こんにちは、鉄郎です。今日ご紹介するのは河合次之助です。幕末の風雲児と呼ばれる次之助さんは司馬太郎さんの小説峠では主人公として描かれています。幕末偉人の中でもちょっと変わった存在だと思います。なぜ風雲児と呼ばれるのでしょうか。その生涯に迫ってみます。それでは早速目次です。1、時代背景。2、同年代の人物。3、河合次之助の生涯。シンプルな3つで今日はお送りします。では早速時代背景から始めていきます。今回も時代背景は幕末ということでものすごく簡単にねお伝えしていきます。日本では鎖国体制の中、平和な江戸時代がずっと続いていました。一方世界では植民地支配が進み、欧米列強の影が日本へと迫っていました。そしてとうとう黒船が来航し、日本は幕末動乱へと向かっていく。後で解説しますが、北越戊辰戦争において河合次之助は前線で指揮をするという、まさに大混乱の時代を真っ只中に生きた人物です。それでは2、同年代の人物を見てみましょう。じゃん。まあこんな感じでね、主なメンバーをちょっと出してみました。まず上から行きましょう。勝海舟、1823年生まれです。江戸幕府の幕臣です。そして今日の主人公河合次之助、1827年。さらに同じく長岡藩士小林虎三郎、1828年。この方は後でご紹介します。そして幕末といえば西郷隆盛という名前が出てくると思いますね。西郷さんは河合次之助より一つ年下です。そしてその後新選組土方歳三さん、1835年です。同じく1835年には福沢諭吉先生が生まれてます。さらにその1年後、坂本龍馬さんが1836年に生まれてます。同年代として幕臣である山岡鉄舟、この方も1836年で、この方は勝海舟と西郷隆盛を引き合わせ江戸城無血開城に導いた立役者であります。そして徳川慶喜、1837年。最後は渋沢栄一さん、1840年ということでね、こんな感じで年代をバーッと出しましたけども、ここの年表はまあなんかこう世代感というか、こんな時代に来てた人たちと一緒だよということで、年齢のこれを見るとですね、なんとなくこの関係図っていうのは見えてくるので、ちょっとね参考までに出しておきました。それでは今日のメイン3、河合次之助の生涯、ここをスタートしていきたいと思います。生涯の中でも目次をこう立ててみましたので、これでこう沿ってね進んでいきます。まず幼少期どうだったのか。文政10年1827年、長岡藩の中級藩士河合大右衛門の長男として長岡城下に生まれました。現在の新潟県長岡市になります。そんな次之助さんは気性が激しくわんぱく者で負けず嫌いな性格でした。剣術や魔術など武芸を学んだんですが、流儀や作法に従わず口答えをして自分勝手にやったため、師匠から始末に追えないと厄介払いされるほどでありました。その後は藩校の総督官で儒学を学び始め、陽明学に傾倒していきました。ここで言う儒学とか陽明学って何かっていうことね、思うかもしれないんですが、河合次之助の思想哲学に関してはこちらのリアル講座の動画で解説しています。そちらも合わせてご覧いただくとより深く理解ができます。またこの動画はね最後にご紹介します。そして青年になった次之助、日本や中国の儒学者哲学者の語録や明や新時代の葬儀書などの本を写本します。葬儀書っていうのはこの君主にこうそうする意見書みたいなやつですね。とにかくですね、この史実によると本の虫だったようで、いろいろ読み漁ったり写したりしています。この時代の本というのはものすごく価値があるもので、偉人たちの多くは写本しています。勝海舟なんかもそうで、こう本を借りてきては2部写本してですね、一部は売って一部は自分のものにするみたいなことをやっていました。今はパソコンやスマホですぐに情報を得ることができますから、その代わりハングリー精神みたいなものを失ってしまった可能性はあるかもしれません。そして読書法についても、あり方について議論するなど、同世代の若手藩士らと日夜意見を交わし、周囲からは桶頭と呼ばれていました。この桶頭というのは、まあ、水をもこう漏らさぬほど結束力が固いという意味なようです。そしてこのね議論していた桶頭のメンバーは次第に要職につき、次之助を中心とする改革推進派の主要メンバーとなっていきます。では議論していた同志たちをちょっとね一部ご紹介します。冒頭の同世代の人物でも紹介しましたが、小林虎三郎、この人は米百俵で有名です。米百俵って何かというと、簡単に言いますね、幕末の戊辰戦争で財政難にこの長岡藩が陥ります。そこで支援として米百
票が送られてくるんですが、それを困窮しているからといってすぐに食べてしまうのではなく、この米を売ってお金にして学校などを建てていこうと、これが未来につながるんだってやっていったという話です。そう言ってですね、教育にちゃんと力を入れていった結果、後に山本五十六などを含め、この著名人を輩出することに結果的につながっています。もう一人、彼も長岡藩士です。三島奥次郎です。武士なんですが、後の実業家でもあります。北越戊辰戦争で疲弊した長岡の復興と近代化に尽力した人物の一人です。北越銀行、長岡赤十字病院などの前身を創設しました。河合次之助はこういった仲間たちと酒を飲みながら討論していたわけです。愚痴とかじゃなくてですね、自分の考え方などをこうぶつけ合う。昔の武士たちの教育を見てみると、藩校、つまり武士が通う学校、そこでは仲間同士で議論しているというのがよくあります。だから軸というか、そういう措置ができていったのではないかなと思います。そして河合次之助、江戸遊学。嘉永4年1851年、24歳で凪の嘉平の妹菅16歳と結婚します。そして2年後、嘉永6年1853年、高学心のある次之助は26歳で江戸へ遊学に行きます。江戸へ出た次之助は弟子入りします。この斎藤という人物はなかなかすごい人物で、津藩藩主藤堂高行に抗議する朱子学者です。つまり藩主に抗議するというぐらいなんで、やっぱり知識人なんですね。この津藩というのは戦国時代に詳しい人なら知ってると思うのですが、築城の名人と呼ばれる戦国武将、藤堂高虎が初代藩主です。そしてこの時の藩主藤堂高行は藤堂家宗家11代です。そこを教えるこの学者のもとで次之助は学ぶんですが、ここには自分を高める会心の書がないと言ってですね、こうやめてしまうんです。ここではまあ満足できんという感じなんでしょうね。冒頭でもまあ言ったように、自分が納得しないことにはまるで言うことを聞かない性格ですから、こういったところでも現れています。そしてですね、幕末でも有名な佐久間象山にも弟子入りします。そしてここでやっぱり学びます。当時象山といえば蘭学を含む兵法砲術などを教える人物として名が広く知られています。吉田松陰の師匠としても知られています。次之助はそこで砲術を学ぶんですが、どうも佐久間象山の人間性がですね合わなかったようで、こんなことを言っています。先生はすごいにはすごいんだけど、どうも腹に面白くないところがある。まあこれはね、お互いに癖のある人物同士ですから仕方がないことかもしれませんよね。でも先生はすごいことはすごいってことは言ってるんですけど、やっぱり どっかで面白くないと思っちゃうんですね。まあ癖がある人同士っていうのはそんなもんなんじゃないかなと思います。皆さんもなんかそういったこととか経験というか、ここは なんとなくなんかわかりますよね。すごいけど癖がある、癖があるからすごいのかもしれない。もちろん癖のない立派な方もいっぱいおります。そして黒船来航、次之助が江戸遊学中に黒船が来航します。この黒船大将について藩主の牧野忠正は家臣らに広く意見を求めます。そこで次之助は藩政改革の必要性を建白、これが採用されて初の役職を任命し、江戸から長岡に帰京します。ここから次之助の出世街道が始まると思いきや、長岡に戻るんですが、上役からですね嫌がらせを受けます。次之助のこの採用抜擢に対してですね、藩内ではあんな無名なやつが役職に就くことがおかしいということでですね、嫌がらせを受けるんです。全然活躍する機会を与えられない次之助は、こんな役職なんかいらないということで、またこれをね辞任します。そんな次之助に、次のまあ藩主のね牧野忠行に抗議を行うようにこうね指令が来るんだけど、これもね拒否します。藩主の世継ぎに抗議するってすごく名誉なことなんですよ。普通は大先生と呼ばれる立場になりますからね。なんだけど次之助は、自分は人に抗議するために学を学んできたんじゃないと、そういったことだったら他の人に当たってくれと言ってですね、これもお礼流を貫くわけですよ。これもだからもう今まで見てきたように、こう幼少期のところの自分のこの納得しないことに関してはもう一切やらないみたいなスタイルなんですね。まあこれがいいんだか悪いんだかっていうね、まあ良くも悪くもね、この時はまあまだ悪く出ちゃうわけですよね。どんどんそんな俺流をこう貫き通す男が心変わりします。それがこの山田報告との出会いです。安政5年1858年、次之助は再び峠を越え江戸を目指します。さらにそこから今度は備中松山藩、現在の岡山県高梁です。そこで有名な陽明学者の山田報告を訪ねます。山田報告は備中松山藩藩校の筆頭教授、そして藩の財政立て直しに貢献し、備中聖人と称された人です。その山田報告の下で次之助は学びます。最初は今までと同じく自分のように、
意見したりいろいろしていましたが、いつも変わらない山田報告のあり方、そして反省改革の成果を知るたびに次之助は報告を慕うようになります。一番このね、次之助がやっぱり影響を受けたっていうのは報告の人柄だったんですね。あり方とかその心の持ち方、そういったことにやっぱり次之助はですね、影響を受けた。そしてそんな次之助に対して報告はこんなことを言ったとされています。君は自分を持っていて素晴らしいと思うが、この時代を流れを見た時に人に使われるということをちゃんと理解していないとどうにもならないぞと。これを聞いた次之助の中に初めて長岡のためにじゃあ頑張ろうという気持ちが芽生えてきます。今まではなんかね、俺の力でやったるみたいなものが山田報告に出会ったことにより、自分のこの今までの態度を改めるようになった。ここで河合次之助は生まれ変わるんです。皆さんにもあると思うんですけども、人生のターニングポイントというか、人との出会いで人生が変わることがあります。僕もそういった意味ではきっかけがありましたし、そして今は自分がそういったきっかけになろうと思い、このチャンネルを立ち上げ、私塾などを開いています。そして河合次之助が帰郷する際に山田報告が送ってあげた有名な言葉があります。それがここにある姿勢速達です。姿勢つまり駒心、速達、痛み悲しむ心があれば仁者となる。そして目上の人には誠を尽くし、目下には慈しを持って接する。こういった心の持ち方をすれば物事をうまく運ぶことができると言いました。報告は次之助に対してこれが人としての基本であり正しい道だということを教えます。万延元年1860年、次之助は山田報告の下で半年間学び帰郷。その後藩主牧野忠政の信頼を勝ち取っていきます。藩主が京都諸子大を任命されると、次之助も京都詰めを命じられます。そして上位の世の中を見て次之助は諸子大を辞めるように藩主に詰めます。この頃の幕末の京都というのは攘夷派とか暗殺とかね、すごくあってですね、ものすごく荒れている時です。これをまあこう次之助はまあ察しましてですね、そんな京都のところで関わってると危ないから辞めろということを言うわけです。さらにですね、藩主が今度幕府の老中に任命された際も辞任を進めています。結局ですね、これ両方とも辞任することになるんですね。後に京都は荒れ果て、幕府は権威を失っていくことを見れば、次之助というのは先見性がやはりあった。藩主はこういった次之助に信頼を置いていきます。そして反省改革、藩主の信頼を勝ち得た次之助は反省改革の意見書を出し、この改革を行っていくことになります。その一部をちょっとね、買って出してご紹介します。例えば藩主の六高の改正とか、教育改革、平成改革などを行います。これはですね、まあ六高が少ない藩主と多い藩主のこのね、こう差をなくすようにして、こう返金化することによって派閥をなくすみたいな政策をします。そして武士の不当な取り立てというのも全部罰するようにします。さらに商業発展のためにいろいろ手を尽くして、米の販売とかも藩がね、直接行うようになります。さらに信濃川のね、船の通行料というのを廃止し、流通を自由化して経済を発展させます。このところですね、通行料というのは各商人が勝手に取ってたりしてたので、それは全部廃止しますよと。ですから、ね、簡単に言うと、まあ、信長の楽市楽座みたいなね、この撤廃して市場を作ってこう、盛り立てるみたいな経済政策ですね。で、他にもですね、賄賂とか賭博とか遊郭っていうのは、こういったものを全部禁止していきます。反省改革って結構大変で、これね、今までやってきた通りに通例でみんな変えないで行っていくのがね、常識になってるんですよ。なんでかというと、そこではですね、やっぱりね、最後利権を持っているやつがいたりとかしてね、改革をね、拒むやつがいるんです。ですが次之助というのは藩主の信頼を勝ち取って、こうね、反省改革を行ったんですけど、その背景にはもう一個理由があって、長岡藩の、まあ、深刻な財政困難の状況があったということです。そして任されたのはやはり山田報告に財政再建を学んだということも、こうね、一つの要因だと思います。そういった中、こう時代はですね、戊辰戦争に突入していきます。これは旧幕府軍対新政府軍との戦いです。ここに出てますように、旧幕府軍は徳川を中心としたもので、新政府軍は薩摩、長州、土佐藩などが主体となる倒幕連合軍です。戊辰戦争の初戦となった鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍が敗退します。そして将軍慶喜は大阪から江戸へ撤退します。これを次之助は知ります。するとこんなような行動を取りました。江戸藩邸を処分して、家宝をね、家財を全て売却します。そして暴落した米を買い、開港されていた蝦夷地でこの売却する。要は戦とかが起きるとですね、この米の暴落が起きるわけですよ。そういったことをですね、迅速に行って、今後必要となるであろう軍資金というのを作ります。
そしてそのお金で軍備を整えます。ミニエージュ、ガトリング砲などを購入していきます。さらに兵学書を整備してフランス式兵制を推進してきたので、長岡藩は近代武装を一気に成し遂げていきます。ガトリング砲ってここはね出してますけど、これは河合次之助記念館のやつなんですが、当時ガトリング砲は日本に3門しか存在せず、その2門は長岡藩が所有していました。これもすごいことですよね。ついこの間まで刀だったのが鉄砲になり大砲になり、そしてガトリング砲ですからね。時代の流れに臨機応変に対応していくところはこの次之助というのはやっぱさすがだなと思います。そして幕府軍対新政府軍の戦いは江戸城無血開城となります。江戸では新政府軍代表の西郷隆盛と旧幕府軍代表の勝海舟の会談により江戸城は無血開城となります。さらに新政府軍は反抗勢力を制圧するために各地に軍を送ります。そして越後には北陸道鎮武市らが到着します。そこで越後11藩に対して軍資金と兵士の供出を要求します。河合次之助はこれに対し沈黙を守ります。次之助は新政府軍と戦うのではなく、最新兵器を装備した近代的な軍隊を持つ長岡藩は中立の立場で新政府軍と会津藩や旧幕府軍の調停役を務めたいと考えていました。つまり戦争をしない方向を一生懸命模索するんです。しかし中立の立場を取る長岡藩に向けて新軍が開始され、新政府軍は小千谷を占領します。つまりここで武力行使に出てくるわけです。この前日に次之助は軍事総督に任命されています。長岡藩を含め全国の藩が戦争しないようにするために、次の福助は和睦への最後の望みをかけて小千谷会談に臨みます。次元寺で河合次之助41歳と会談したのは土佐藩の岩村誠一郎24歳です。会津藩を説得するという河合の悲願を時間稼ぎであろうと全く聞く耳を持たずに、交渉はわずか30分で決裂します。やむなく次之助は徹底抗戦を宣言します。こうして長岡は北越戊辰戦争最大の激戦地への運命をたどることになります。この会談の時次之助は41歳、相手の岩村は24歳です。血気盛んなこの年頃ですよね。この岩村という人物は土佐藩出身で、坂本龍馬とか中岡慎太郎に憧れていたんです。坂本龍馬が暗殺されたことで紀州藩士を襲撃して、その時に新選組とも交戦しているんです。そういった背景から見てみると、最初から自分たちの条件を飲まないのであれば長岡藩も攻撃するぞという姿勢であったというのがわかります。そして次之助は家老といえどもですね、長岡藩というのはわずか7万石の小さな藩ということもあって、岩村はですねやっぱりこれをね相手にしなかったっていうのもあるんですね。次之助はあくまでも戦争しない方針だったんだけど、この岩村が取り合わなかったので北越戦争が始まってしまったんです。もしこれが西郷とかある程度年齢がいってる人物で見識のある人だったら、北越戊辰戦争はですね多分なかったと言われるんですけど、僕もこれはね思います。普通ですね、交渉というのは数日間かけてやるんですよ。長い時は数ヶ月ってかかるんですよ。それをたったわずか30分ですからね。この30分で戦争が決まったようなもんですよ。だからね全く取り合ってないわけですよ、30分っていうのは。ちなみに後年この岩村はですね、次之助という人物を知っていれば次元寺でのこの談判のやり方はねやっぱ違ったということをね、まあ、悔やんだと言われているのが残っています。そして北越戊辰戦争、長岡藩対新政府軍の戦いが始まります。次之助は自らガトリング砲を操り奮戦します。最初は接戦だったんですが、次第に兵力に劣る長岡藩は押され始め、最後は長岡城を奪われて撤退を余儀なくされます。兵力の差っていうのは数千対数万とかですからね、もう全然この数は違うんですよ。ですがその後次之助は奇襲作戦により長岡城の奪還にこれまた成功します。しかしこの時総指揮官である次之助が左足に銃撃を受けて重傷を負います。総指揮官の負傷と交戦の猫の疲労により戦況は悪化していきました。そして奪還よりわずか4日後に長岡城は再び陥落します。そこで城を失った次之助は会津へと撤退していくんです。ここの奇襲作戦というのは夜間にこう沼地を越えてってすごく大変なのがあるんですけど、同時にですねこの米沢藩とも合流してですね新政府軍に大打撃を与えるという作戦も立てていたんですが、自身が負傷したこともありこれがね貫通できずに終わってしまうんです。そして八十里越え、長岡から会津に抜けていくこの峠の途中にですね次之助の容態は悪化していきます。
そして会津領塩沢村、現在の福島県只見町にて41年間の波乱の生涯に幕を下ろすことになりました。杉之助次世の句として残されるのがこれです。80里腰抜け武士の越す峠。これをまあ現在で言うならば、落ち延びこの80里峠を越えるとはなんという腰抜け武士だろうかという、まあ自らを自重するような句です。最後に杉之助は何を思ったんでしょうか。皆さんはどのように思われますか。戦争をしないために中立を保ち、なんとか戦争を収めようとした。しかしその願いは叶わず、結局長岡の町は戦場となり焼き尽くされてしまった。武士として志半ば、しかも撤退中に倒れるのは幼少期からのこの気概を考えればさぞ悔しかったんじゃないかなとね、僕は思うんです。それがね、この将軍のこの自重というか皮肉にも現れてるんじゃないかなとね、思います。杉之助亡き後、長岡藩は1868年明治元年9月23日に降伏します。戦死者は340名に及び、100名近い領民も犠牲となりました。そして新政府軍と戦った長岡藩は賊軍と蔑まれ、しばらく辛い歴史を歩むことになります。六高も7万4000石から2万4000石に減封されます。人々は困窮するものの、質実貢献を誇る長岡人は力を振り絞り、長岡を復興させ力強く歩んでいきました。ということで今回は幕末の風雲児と呼ばれる河合杉之助の生涯をダイジェストでお伝えしました。幼少期からわんぱくで我の強い杉之助が山田報国との出会いによって改心しました。ここで何を教わったのでしょうか。それは先ほどもご紹介しましたこちらの動画で解説しています。思想哲学を持つことは人間を強くし、また優しくもします。河合杉之助に限らず、この動画では幕末の志士たちが学んだ思想哲学をスポットにして紹介しています。ぜひ今回の杉之助と合わせてご覧いただければ、幕末の志士たちがなぜあんなにも自分軸を持って行動していたのかがわかります。ということで今回はここで終了します。このチャンネルでは古典、歴史、偉人伝を特集しています。なぜこの3つを特集しているかというのはこの概要欄に載せていますので、お時間がある方はぜひご覧になってください。そしてこの3つに興味がある方はチャンネル登録をして共に学びを深めていきましょう。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは失礼します。幕末とか、あの維新が起こったと思って、多分本とかいう名向きなものじゃなく、やっぱり、ね、普通じゃない状況だったんで、だから原始史録を読んだり、論語を読んだり、四名学を読んだりしてるんです。